各社よ、ぜひとも伝えたい内密の話がある。ここでは話しにくい。夜間城内の庭で落ち合おう。頼んだぞ。落ち合う場所は城内の庭だ。夜間に来てくれ。話したいこととは一体何でしょうか。ごきげんよう。夜になったらこの近くにいればよいのでしょう。準備が整ったら領土城内の政務官ゴルダスのところへ行きましょう。この階段は便利ですよ。迂回路としても使えます。宿地にさ、両王様と好きなのさ。夜の城の庭で待ち合わせ、覚えてますか。強化できる装備はありませんか。城内の庭での待ち合わせ、お忘れなきように。おお、来たか。足労をかけてすまんな。ことがことだけに大きな声では言えぬ。しっかり聞いてくれ。実は密かに進めていた内偵調査の結果、我が軍に怪しい動きをする部隊が浮かび上がった。軍備をため込み、必要以上の訓練を兵士たちに課しているようなのだ。これは両王様の耳に入れておかねばならぬと報告をまとめ、密書にしたためたのだが、視察先から戻る道中、密書の入った荷物を魔物どもに奪われてしまったのだ。万が一にもあの密書が散逸し、両王様以外の目に触れれば密告の意味をなさぬ。当該兵士どもはしらを切って事実無根などと言い張るに違いない。何としても密書は秘密裏に回収せねばならん。事情はお分かりか。貴殿には密書の発見と回収をお願いしたい。成功の暁には個人的にだが、それなりの報酬は用意させてもらう。頼んだぞ。奪われたのは街道の移動中、魔物は上空から飛行して荷物を持ち去っていったのだ。おそらくは飛行型の魔物が多く生息するとされる頂上砦あたりの山岳地が怪しいと思われる。魔物どもは荷物をどこに運び入れたのか。ともかくそのあたりをまずは調べるがよかろう。奪われたのは街道の移動中、魔物は上空から飛行して荷物を持ち去っていったのだ。おそらくは魔物。
を拾います。知識を得ました。追いかけましょう。クエストですべきことを学びました。この巨大な足跡は一体半島西部と領土方面につながる抜け穴のような場所でもありますが、ミショはきっとガーゴイルを持っている。ハーピーはガーゴイルの手がそのにじめにしています。捕まると地獄へ連れ去られます。
この道を探してみましょう。このエリアの探索に強くなりました。スノーハーピーです。スノーハーピーがいます。そちらに行きます。行ってきます。回復します。お待ちを。何度でも回復します。すぐに行きます。スノーハーピーです。叫び声には凍結効果があります。周囲を私に向けましょう。何度でも回復します。雷の力が宿っています。ファンタズムの溜まり場のようです。このエリアの探索に強くなりました。我ながら素晴らしい立ち回りでした。何かあるよ。滑らせるのは終わりですね。何かあるよ。ファンタズムです。我ながら素晴らしい発見でした。待て待て、体中が濡れてしまいました。ながら素晴らしい立ち回りでした。ここから上がれそうです。
ブリンよりも手強いタイプです。こんなものでしょう。スノーハーピーの群れです。見られます。地図を確認しましょう。クエストの知識は得ました。大事なものをお持ちですが、周囲に特に警戒。宝箱を開けます。何かあるようです。ではお城へ戻りましょう。これは戻りの石が並んでいますよ。
我々にとってもここは安息の場です。準備が整ったら領都城内の政務官ゴルダスのところへ行きましょう。人々はいろんな表情を持っていますね。竜の子、確かでも、それはよ、欲しいもの、どうだ。ズバリこれだ、ガザ、欲しいものが欲しいも、またどうぞ。王様と好きなのを選び、さあ。さあ、何好きなのを選びな。さあ、旅の準備は整いましたか。こう、なんてな。好きな、さあ、了解だ。またアイテムによっては精巧な偽物贋作を作ってもらえます。ここはうちの品、欲しいものどう、欲しいものが、またどうぞ。時に失った大事なアイテムが売られていることもありますよ。この武器屋には長くお世話になることでしょう。昼と夜ではまた趣が違いますね。失礼。私は北の砦の兵士長ダリオ様に仕えるガブリエンと申す者です。ダリオ様の読み通り、やはりあなたがその書をお持ちでしたね。それは政務官フェデルから回収を請われた密書ですね。騙されてはなりません。フェデルは黒い野心に満ちた卑しい男、造反を捏造してまで領王に取り入り、己の発言力を増そうという腹なのです。いや、その上、両王と密会の口実を作り命を狙う可能性も。
そんな機会を彼に与えるつもりですか。ダリオ様はその愚かな企てを未然に防ぎたいとお考えです。書は私がダリオ様に届けましょう。何、各社様の非にはなりませんよ。賢明なあなたならこの判断間違いようもないでしょう。さあ書をこちらへ。よくぞ決断なされました。これでいいのです。城内に余計な混乱を招き入れる要因はこれで消えました。フェデルはこのような浅はかな知恵しか回らぬ男、しばらくはおとなしくしていましょう。各社殿の協力に感謝します。この件はダリオ様にお伝えし、何らかの見返りを用意させていただきます。植物的なものではないかもしれませんが、きっと各社様のお役に立つはずです。その時をお楽しみに。それでは失礼。久しく会わぬうちに各社として随分名を上げたようだな。一つ謝らねばならん。ハイドラ退治の件だが、巷ではハイドラを撃退したのは私だと話されているかもしれん。無論エドマン様には各社の手柄であると伝えたのだが、政治的配慮どうやらで私の名前も上がってしまったのだ。どうも苦手だな、政治というやつは。特にドラゴンが現れたこんな時につまらんことに気を使うのは理解できんよ。どうも特に。まだ密書は手に入らんのか。気を持たせた割にははかどらんようだな。これは各社というものを買いかぶりすぎたか。密書は、おお、見つかったか。今のところ情報が漏れている気配はない。これで安心だ。両王様には後ほど気を見て密書をお渡ししなければならんな。各社よ、そなたの活躍見事だった。何らかの報奨を用意しよう。今のところ情報が